どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということで、ブレイクスルー佐々木さんです。はい、じゃあ、ブレイクスルーの皆さん、今回なんですけど、元気ある。今回はですね、今回は、ね、僕ら就活チャンネルやってて、はい、視聴者の 85% が18歳から24歳の視聴者なんですよね。なるほど。で、佐々木さんのこと知ってる方が多いと思うので、ブレイクスルー佐々木さんが、大学時代、はい、まあ、いわゆる就活に聞かれるような質問を聞いて、インタビューできたらなと思ってます。やっちゃいましょう。よろしくお願いします。うん、ちなみに佐々木さんって大学で首席で卒業したじゃないですか。そっから何年経ったんですか？2年かな。大学院まで行ったから、大学院卒業してからはちょうど2年。就活はちょっとしたんですか？就活してよ、ちょっとしてよ。え、して就職はせずに YouTuber になってるんですよね。そうですね。でそこの話はちょっと後で聞きつつ、はい、大学時代頑張ったことは何ですか？あ、勉強頑張りましたよ。え、 YouTube いつからしてたんですか？大学院の1年からやりましたね。就活の時は YouTube のことなんか全く話してませんでしたよ。就活の時 YouTube の登録者87人だったんで。就活の時は何話したんですか？勉強と大学院での研究成果みたいな、もうザ正統派みたいな感じでやってて、真面目なところが軸としてあるから、うん、ちょっとふざけた方が俺人間として幅が利かせられるから、幅を持った人間として提供できるんじゃないかと思って、それで面接ではちょっとふざけながらやっちゃいましたけど。え、ふざけながらやる？ちょっとふざけてた気がするけど。でもなんか声がでかくていいなと思いました。あ、確かにね。これ YouTuber あるんですよね。え、面接の時とかもこんな感じでやってたんですか？そうっすね。え、でも僕も別に根っから明るい感じじゃないから分かるんですけど、はい、佐々木さんって陰キャですよね。ちょっと、おい！学生時代はその研究とか勉強以外に何をされてたんですか？サークル入ってましたよ。テニスサークル、超陽キャでしょ。ほら、めっちゃ陽キャのサークルの一番陰キャのポジションやってたよ俺。じゃあもう、その通り。さっきから失礼だな。テニスサークル以外は何してたんですか？バイトとか。バイトしてました。家庭教師と塾講師とインターンみたいなのしてたな。9ヶ月ぐらいなんかプログラミングの会社行ってた。じゃあプログラミングもできるんですね。だから IT 系の会社に行きたかったから、だからプログラミング勉強しといた方がいいなと思って、はい、会社に行った方が金ももらえてスキルもつけれるから、そっちの方が楽ねって言って。え、9ヶ月も働いたんですね。9ヶ月働きました、ね。え、どういう会社なんですか？ベンチャー企業。ベンチャーですね。何を学びましたか、そこで？プログラミングの技術と開発の流れと仕事とは何かを学びました。めちゃくちゃいい企業だったんですよ、うん、もうこんないい企業ないと思ったんですけど、やっぱ昔から思うのはチームワークみたいなあんまり得意じゃないんですよ。小学生とか中学生の頃から班で 4,5 人ぐらいでこういうのやりましょうみたいな言われた時に、俺全然何もできないんですよ。でも一人だったら割と成果を残すタイプの方だなと思ったんで、こんないい企業に入ってなんか微妙な感じなんだったら、もう一人で食っていく道の方が俺には向いてるんだろうなっていう適性をそこで知れたので、それで YouTube 始めたんですよ。え、じゃあ結構インターンの経験でかかったんですね。そう、超でかいです。じゃあそれが大きい転機になって最終的に迷った結果そうYouTube バーになったっていうんですね。結構大きい意思決定ですよね。でもそうだね、就職しないって周りしていくじゃないですか、うん、はい、迷いませんでした？迷ったよ。言っちゃいけないのかもしれないけど、3月の27とか8くらいまで迷ってしまって、入社前にギリギリですよね。1日前とか。うん、本当申し訳ないです。え、一番の決め手は何ですか？一番は YouTube がやっぱ自分がやった努力が完全にそのまま結果として返ってくるのが面白すぎて、うん、会社に入るより絶対こっちの方が面白いなって思えたってのがやっぱ一番ですね。確かにそうですね。でもその時結構登録者数伸びてたじゃないですか。ガンガン伸びてたんで、これいけるっしょって感じ で、そこでもし就職してしまったら YouTube やれるのって週2日ぐらいしかできなくなると思ったから、うん、今までのこの流れが停滞しちゃうんじゃないかと思って、この流れを一気にガッて突き上げたかったから、それでまあいいやって感じで。おお、実際そっから2年間やってみて、はい、後悔とかないですか？全然ないですよ。最初の2、3ヶ月、4ヶ月ぐらいは、うん、あれって微妙な伸びになったんですよ。3月ぐらいって卒業間に合ってめちゃくちゃ伸びて、1ヶ月3万ぐらい伸びて、おっしゃーって感じだったんですけど、その4月、5月が1ヶ月1万でもすごい、でも伸びてんだけど、あれなんで思ったより伸びてないってなって、ちょっと怖かったけど持ち直したんでよかった。大学時代にこういうことやってよかったとかってありますか？これだってものを一つ身につけるのがやっぱり一番強いと思いますね。もう勉強は大学でも完全にトップっていうとすごい調子乗ってるみたいな感じだけど、はい、ずっとトップだったんで、そこの軸があったから、マジすごいですね、それ。なんか面接でもちょっとふざけても大丈夫だろうとか、余裕を持って面接に挑めたから、それが強かったし、あとは普通に YouTuber になってもやっぱそれがあるから、今のぐらいまで伸びてるかなってのがあるので、一個でも強みを持っておくと全然違う。勉強じゃなくても何でもいいんですけど。はい、
1個の武器を作る上で、はい、どんなことを意識したんですか？ YouTube 結構ちゃんと下積みやってるじゃないですか。そうですね。そういう時って得意じゃないじゃないかって思う瞬間あるじゃないですか。僕もめっちゃあるんですけど、はい、そういう時も頑張れたのって何でですか？はい、好きだから。いや俺は得意だと思ってて伸びてなかったけど伸びるからなってずっと思ってた。調子乗ってる感じするけど、はい、まあ好きだからってもあるし伸びると思ってた。いや得意だと思うものをやり続けるっていう姿勢が大事っていうことですね。まあいろいろあると思うよ。好きなことやるでもいいし得意なことやるでもいいんだけど、俺は得意なことやった方が結果出て楽しいんですよ、うん、好きなことやってた方が楽しいって人はそっちをやればいいと思うんですけど、うん、俺得意なことやって成果を出す方が楽しいと思うのでやってたって感じです。その方がやっぱ面接時にも話しやすいしね、うん、確かに、うん、絶対面接無双できますね。何社受けて何社受かったんですか？全部受けて全部受かりました。全部って何社ですか？6、7社ぐらいか。おー首席だからっていうのと、あ、対策めっちゃしたね。会社のことめっちゃ調べて、これ聞かれたらこう言ってやろう、こう深掘りされたらこう言ってやろうって、すごい対策して言ってました。挫折した経験は挫折しないように努力してましたって言ってたから、それも違うよね。なんかね、当選してこなかった人生だったかもしれない。どっちかっていうと俺は完全に失敗しないように優等生の街道を進もうとずっとしていたんで、全然失敗しようとしてこなかったから挫折経験ないですけど、挫折経験あった方が面接では通りやすい。そんなことでも受かってるじゃないですか。いやでも俺の一番の転機は YouTube 始めたことだから、うん、やっぱリスクを取ってなんかするってことは結構大事なのでやっといた方がいいですよ。最後に佐々木さんのなんか自分の強みと弱みみたいなのってありますか？弱みはチームでやるのが苦手だし大勢いると萎縮するし規制がないです。俺会社で働くで規制、うん、組織で働くのがあんまり得意じゃないっていうのは自分で思いますね。強みはやっぱね、努力できるところが一番強みですね。マラソン大会とかも小中の頃からめちゃくちゃ得意だったんですよ、うん、なんで得意だったかっていうと体力があるからじゃなくて自分を極限まで追い込むのが超好きなんですよ。だから頭が真っ白になるぐらいまで走ってそれでなんとかトップを取ったりとかできたり、あとは大学のジムとかあるんだけどランニングマシーンで今一番速く走ってるやつを見つけてそいつの真隣に行ってそいつより速いスピードでより長時間走るってことを毎回やってた。すごい、そんぐらいなんか変態だ。変態なんですよ。だからその努力できるっていうところに関しては割と強いかなと思うんで、そこ1点ですけど僕の強み全部に共通しまして、ね、いろんなことに、はい、そうだと思います。それは多分受かるわでした。いやいやいや、ということで佐々木さんいろいろお聞きできたのでよかったです。こんだけ優秀な人が YouTuber になるっていう意思決定したのは素敵だなと思います。就活が全てじゃないっていうところを本当は通常伝えれたらなっていうふうに思います。確かにそうですね、はい、下の概要欄に佐々木さんの YouTube チャンネルとかもあるのでよかったら見てみてください。ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。